皆さん、こんにちは。ワナルゲルビッシュです。では、今回は、提督の決断法、バップギット PC 版ドイツ軍、潜水艦縛りプレイ、続きをやっていきたいと思います。使える艦種を潜水艦に限定した、鬼畜難易度での挑戦になっています。前回はですね、苦労の末に、ジブラルタル海峡を取って、地中海にいるイタリア海軍の救出に成功しました。ただ、このイタリア海軍はですね、水上艦、巡洋戦艦とか、巡洋艦、駆逐艦なんかを使っている艦隊になっていますので、これはバルト海に戻して全部解体。潜水艦に作り直します。続いて今後の戦略なんですけども、地中海イタリアまで制海権取りましたが、少し資源がやっぱり厳しい状況になっているので、資源確保という意味でもですね、アイルランド、シェトランド、ノルウェーと、ここの資源地帯を抑えていきたいと思います。よって艦隊はですね、この後ノルウェー沖まで一気に進行戦を行っていければいいかなというふうに思っています。では早速ですね、時間を進めていきましょう。ここまで攻めて攻めてという攻勢一辺倒だったんですが、ドーバー海峡に敵艦隊が入ってきてしまいましたね。これ迎撃しましょう。ドーバー海峡は2つの飛行場を持っていますが、万端というわけではないので、しっかり操船を頑張りましょうね。敵は夜明けとともに進出してきました。まずですね、揚陸艦、これは戦闘能力ありませんので、最悪の逃げ回り用の部隊として洋上、一番遠いところに撤退させます。残りの潜水艦隊と基地航空隊で敵侵入部隊を撃破していきましょう。さあ、敵の艦隊発見してます。戦艦かな、この艦影。まずはこの戦艦部隊から潰していきましょう。まだ朝9時という段階なので、基地航空隊なんかの支援もうまく受けながらですね、攻撃をしていきます。さあ、続いて敵の空母部隊発見してますね。この空母部隊の護衛には駆逐艦がいるようなので、ちょっとこの邪魔くさい駆逐艦を先に追っ払いたいところなんですけども、血が沈んできそうな時間帯になってます。さあ、敵の艦隊ですね、まず追っ払ってはいますが、あんまり撃滅したという感じはないので、第2、第3と攻撃仕掛けてくる可能性はあると心得ておいた方が良さそうです。開発は、補給部の 190A8 が新しく開発完了してます。生産可能な状態になったというところですね。では、今度は逆にアイルランド沖にこちらから進行していきます。おそらく先ほどドーバー海峡に攻め込んできた艦隊が、いると思いますので、その艦隊を潰してからですね、陸戦隊を送り込んでいこうという作戦です。ここもまずは敵を索敵して、できれば敵の艦隊をねゼロにしたいので、ゼロにした状態で揚陸艦を一気に送り込むっていうね、そういう作戦でいきましょう。飛行場は3つ確認してあります。さあ、敵の艦隊発見しています。どうだろう、これ見るとやっぱり駆逐艦ぐらいの大きさですかね。この駆逐艦は確実に仕留めておきます。空母もいますね。先ほど取り逃した艦隊だとは思いますので、この艦隊に対してまずは駆逐艦狩りから始めていきましょう。さあ、アイルランド沖の第一波ですが、味方の潜水艦もですね、十数隻損害が出ています。一方、イギリス軍の第1、第2、第16艦隊ですね、半数以上を撃破しています。飛行場は攻撃できていません。アイルランド沖には2回、3回と波状攻撃を仕掛けていきましょう。さあ、アイルランド沖なんですけども、イギリス軍は先ほど撃破した、この第16艦隊いますけども、第1艦隊の方もこんだけ大ダメージ与えてますね。で、その先なんですけども、ノルウェー沖には艦隊いないんですが、シェトランド沖には第13艦隊が入ってます。これ、どうやら DD、つまり駆逐艦なので、駆逐艦ばっかりの艦隊っぽいですね。これが一番嫌いかな。注意はしておきたいと思います。では、スペイン沖からですね、また部隊を出撃させていきたいと思います。では、今回は揚陸艦をちょっとだけ連れていきます。ただ、揚陸艦部隊はですね、その場に待機させて、その後
敵が周りにいないねっていう確認を取ってから出撃させていきましょう。では進めていきます。まずは敵基地の近くに敵の艦隊がいないよね、いるなら撃破しましょうっていうね、そこからです。では敵の飛行場近くに部隊寄りつきましたので、こっからですね、部隊を送り込んでいこうという中で、なんか戦闘が始まってるだ。敵の駆逐艦部隊がいると思われますね。まあ、ただ敵は幸いにも離れていてくれそうなので、ここは今のうちに敵の飛行場で、破壊して回りましょう。まずは1つ目の飛行場の破壊完了してます。2つ目の飛行場の破壊の方に移っていきましょう。ちょっと夜明けが近づいてきてるので、この揚陸艦は帰還することができないかもしれないな。さあ、揚陸艦はちょっとやっぱり戻ってこれなそうでしたね。帰還はできなそうですね。まあ、ここはちょっと残念ですけど、まあ割り切りですかね。もう揚陸艦は消耗品というふうに割り切りましょう。3つある飛行場のうち2つを潰したので、次のターンでもう1つの飛行場でこれを破壊して、このアイルランド沖を取っていきます。はい。では残り1つの飛行場、これの攻略をね、頑張っていきます。次のターンでなんとかここを仕留めましょう。技術開発と兵器開発に関してはですね、潜水艦に関連するところ、あとは航空機に関連するところに特化して、残りはねちょっとしょぼめに入れていきます。日本軍にもちゃんと支援をしていかなければいけないという事情もありますしね。では今回はですね、今ジブラルタル海峡とイタリアにですね、飛行場を新しく建設中になりますので、そこに配備する爆撃機ですね、これを生産していきます。でアイルランドに波状攻撃、これを仕掛けていきましょう。では今回は潜水艦半分、揚陸艦半分ぐらいのね編成比率ですが、これで、部隊を送り込んでいきます。まずはとはいえ敵部隊がね周辺にまだ残っている可能性十分にありますので、特に敵基地近くですね、ここを重点的に索敵しておきます。今のところ敵の艦隊いなそうなので、この夜の闇に乗じて、残った一つの飛行場、ここに揚陸艦部隊を送り込んでいきます。はい、飛行場をはっさりですね破壊できましたね。今回敵の艦隊はいなかったので、おそらくノルウェー沖とかに撤退したんじゃないかなと思われます。では同じ要領でシェトランド沖、ノルウェー沖と、資源地帯の2つの場所ですね、ここの拠点を攻略していきたいと思います。はい、小型ディーゼル機関の1、これが開発できましたね。これで潜水艦に搭載できる兵器を増やすことができますので、魚雷の弾不足というのが少しでもね解消できればいいかなと思います。設計も早速行っていきましょう。さあ、3連装3機までしか搭載できなかったものがですね、3連装なんと6機、5機かな、5機まで搭載できるようになりましたね。これでだいぶ火力不足というのが解消できるんじゃないかなと思います。ではこれで登録していきます。2週間後にはねこれが開発完了するので、前線に投入できるように量産していきたいと思います。では同じ要領でですね、この後はシェトランド沖と加えてノルウェー沖を攻略しきっちゃいたいかなと思います。はい、それではですね、シェトランド沖、ノルウェー沖と海戦はほとんどなくというか全くなくですね、2つの拠点攻略できました。まあ、敵がいなかったので封じ込めとかそういうことも特になくですね、あっさり2つの拠点、しかも資源がそれなりに取れる、重要な資源地帯をね抑えることができたんじゃないかなというふうに思います。さあ、ではですね、この後ちょっと確認していく項目としてはですね、どこに攻撃を仕掛けていくか、まあ一つがですね、カナリア沖、まあ、つまりアフリカ戦線に入っていくというのが一つ、もう一つが地中海を東に進んでインド、シンガポールと
さらにイギリス軍追い込んでいくというのが一つ、そしてもう一つがアメリカと開戦するというシナリオが一つ、この三つのね、シナリオのうちどれを選択するかというのをちょっと考えて、おきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。